さまよえる亡霊ナイトホークジョー。ハローエブリバディ、我らがリップちゃんサリナス峠でゴーストマシン騒動に巻き込まれちゃったぞ。賞金稼ぎナイトホークジョーがゴーストマシンの正体だって？そしてこの娘がレッドローズ、ジョーの恋人だった。全ては忘れ去られた過去の話だ。あの夜、長旅から帰ってきたジョーはレッドローズに会うためサリナスの町へと向かっていた。レッドローズに渡すはずの婚約指輪とともに、ジョーは レッドローズにちょっかいを出していた町のチンピラの仕業だった。ひでえや。憎しみの亡霊と化したジョーはそれ以来、罪のない通りすがりのドライバーたちを襲うようになってしまった。レッドローズさんはどうしているの？ジョーの死の後、悲しみのあまり病に侵され追うように行ってしまった。俺の可愛い一人娘だった。ジョーをレッドローズに会わせてあげればこんな愚かなことはやめてくれるはず。この仕事引き受けましょう、ロメロさん。出たわね。一体何を考えているんだい、リップちゃん。次回に続く。